こんにちは。うなぎ大好きチャンネルへようこそ。うなぎの焼き方、つまり蒲焼きの調理方法は日本全国同じだと思っていませんか？実はうなぎの蒲焼きといっても様々な調理方法があるんです。うなぎは一般に食される魚の中で最も皮が厚いと言われており、それをいかに柔らかく調理するかが昔からの課題でした。ご覧いただいているように、うなぎの調理方法は関東風、関西風、かっこ地焼きの2種類に大別できます。今回は関東風、関西風について深掘り、徹底解説をしていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。うなぎ大好きチャンネル。はい、それでは関東風、関西風の徹底解説やっていきたいと思います。それでは本日の目次です。項目1、関東関西見た目と味、2、裂き方の違い、3、串打ちの違い、4、大きな違いは蒸し、5、東西の境目は、項目6、あなたの好みは、以上6項目でお届けいたします。うなぎの蒲焼きをパッと見ただけでは関東風か関西風か焼き方は分かりづらいですよね。関東風の蒲焼きは背開きをしているため、身の両端が肉厚で中央の身がやや薄いことが分かります。また白焼きをした後一度蒸す工程が入るため、味わいは割とさっぱりしていて、柔らかくてふんわりしている食感が関東風の特徴です。ふわとろというのがキーワードです。一方、関西風のうなぎの蒲焼きは腹開きが基本ですので、開いた身の両端が薄く、中央の身が肉厚なことで見分けることができます。また関西風のうなぎは蒸しの工程がないため、脂が乗ったジューシーさが味わいの特徴です。そのため焼く時間が長く、皮がパリッとしていて、関東風に比べてしっかりした食感になります。カリフワがキーワードです。次に関東風、関西風の裂き方の違いについてお話しいたします。関東風の裂き方ですが、関東の中心江戸は武士の町で、腹開きは切腹を連想させることから背開きになったと言われていますが、うなぎ以外の魚はすべて腹開きですので、これは俗説ではないかと思います。背開きにすると身の厚い腹が両端になるので、蒸した時に竹串から落ちることを防げるのが大きな理由だと思います。また硬い背びれも同時に除けるという合理性もあったようです。関西風の裂き方、関西の中心は今も昔も大阪でした。大阪の商人は人との付き合いを大切にしたため、腹を割って話すという思いから腹開きにしたうなぎを一緒に食べたと言われていますが、これも俗説だと思います。他の魚のさばき方がそうであるように、料理の基本に忠実に腹開きにしたと考える方が自然だと思います。裂き方が違えば、おのずと道具も変わってきます。ここで各地の主なうなぎ包丁をご紹介したいと思います。江戸炊き、背開き専用、切っ先が切り出し型になっていて、いじりが斜めに切られています。京炊き、なたの形をしていて腹開き専用、峰の凸部分で目打ちを叩ける。名古屋炊き、腹開き専用、細長く長方形で、裂くときに峰の先でうなぎを傷つけないように角が取ってある。柄が比較的長い。大阪炊き、腹開き専用、切り出しナイフと同じ形ですが峰が厚い。切っ先は
江戸滝と同じで角度で江尻まで地金でできています。うなぎを焼く前の串の打ち方にも関東と関西では違いがあります。関東では背開きしたうなぎの頭を落としてから身を2等分し4本から5本の竹串を通して皮目から白焼きにすることが一般的です。これはこの後の蒸しの工程で蒸し器に入れやすいという特徴もあります。関西では腹開きしたうなぎに長い鉄串を刺します。蒸しの工程がないので半分に切る必要もなく、長時間焼くためだと竹串だと焼け落ちてしまうのです。頭やヒレをつけたままうなぎを丸ごと2尾あるいは3匹を串打ちして身から焼きます。最近では皮目から焼く方が多いようですね。関東では串打ちしたうなぎを白焼きにして、その後15分から30分ほど蒸してからタレをつけて焼きます。江戸焼きと呼ばれるこの焼き方でふっくらと柔らかい蒲焼きができます。関西では白焼きからタレ焼きまで一貫して火の上で何度も返しながらじっくり焼く地焼きが一般的です。地焼きの職人さんの中には鉄串を器用に動かし踊るように、あたかも大道芸の南京玉すられのように豪快に焼く方もいらっしゃいます。見ていて惚れ惚れします。ところで関西風関東風の境界線はどこだと思いますか？長野県の諏訪湖から静岡県の浜名湖に至る天竜川だと言われています。諏訪湖の西側にある岡谷市では先は関東風焼きは関西風の岡谷流として人気を集めています。また諏訪湖の東側の諏訪市では関東風のうなぎを提供するお店が多く存在します。浜名湖を望む浜松市はうなぎの養殖が盛んで、市内には関東風関西風のうなぎを提供する店が混在してどちらも人気を集めています。しかし近年はだんだんと関東風関西風の地域がボーダレスになってきています。京都大阪では江戸焼きと称して関東風のうなぎを提供するお店が人気を集めています。また東京でも関西風のうなぎを提供する店がだんだんと増えてきて、近年は名古屋の名店が東京に進出してきています。今回は趣向を変えて関東風関西風について徹底解説してみました。さてあなたのお好みはどちらのタイプでしょうか？さて私はというとよく聞かれるんです。関西風関東風どっちが好きですかって。そんな時はラーメンに例えてお答えします。昔ながらのさっぱりした中華そばが食べたい時もありますし、こってりした二郎系が食べたい時もありますよね。そんな感じで関東風関西風を食べ分けています。だってどちらも美味しいんですもん。今回私が訪問した時の画像を使用したお店のリンクを概要欄に貼っておきますので、お店選びに参考にしていただければと思います。今回の動画が良かったよという方はぜひチャンネル登録高評価コメントもよろしくお願いいたします。うなぎ大好きチャンネルはご覧の皆様の運気うなぎのぼりをお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。